入ってたドン、強行強行強行リオリオリオというわけで、レディオ 2.4 キロじゃん、レビュー 2.4 キロがやってまいりましたけどもね。やっぱさすがですね、やっぱこう Q のタイミングが。でも今日なんか最初のちょっと切れてましたね、あの CM。 何なんですかあれは。やっぱウイルスかなんかにちょっと侵されてる状態でとか、そういうことはないか。いやというわけでレビュー 2.4 キロですけどもね、もうサクッといっちゃいましょう。今日はメールテーマがあるし、俺も今年あった話はいろいろしたいわけ。まあもう1位はもう最初に言っとくとだね、70万の借金抱えたっていうところになるんですけども、まあ本当にフェニックスが必要になっちゃったっていうところだね。本当に最近ね、どうもそのおかしいんだよ。借金が増えてからね、体重が増えてるっていうのはどうも納得がいかない。本当になんか食べ物に逃げてるらしい俺は。本当どうも気持ち、こういうとこでっかくなってきてるみたいよ。ほんと強行強行強行というわけで、今日の一冊目はですね、今週ですね、エンリケ・アンデルソン・インベルで魔法の書というわけで、かっこ文学の冒険シリーズ。文学の冒険シリーズといえばトマス・ピンチョンの重力にじむ文学の冒険シリーズだったと。でも今回はですね、スカッドミサイルは飛んできません。これはこれは南米文学ですんで飛んできませんね。まあ最近ですね、南米文学よく読むことあって、ね、最近もね、なんかボルヘスの、ボルヘスっているんですよ、有名なアルゼンチンの作家で。その人がね、その人親友だったとかっていう作家が書いたモレルの発明とかって本読んでね、とってもつまんなかった本だったんだけども、どうも南米文学合わないんじゃないかなんていう疑問があったんだけども、このエンリケ・アンデルソン・インベル、うん、インベルちゃんね、ベルちゃん、うん、ベルちゃんが書いた魔法の書はね、久々に南米文学読んで面白いと思ったね。まあそんなこと言いつつ、オスカー・ワオの短く凄まじい人生も面白いと思ったんで、結構ヒットしてるらしいってことは今思ったんだけどもね。まあこの魔法の書ってのは短編集なんですけども、まあインベルさんの 人が書いたわけですよ。で割と話がさ、魔法の書ってのは表題作が一番最初に入ってるんだけども、これがね、大学教授がさ、もう喜んでるわけよ。ああ今日で試験が終わる、これで俺は大学から解放されるって、まるで学生のように喜んでるっていう冒頭から入ってくるわけ。これ皮肉聞いててなかなかいいと思ったわけよ。これね、いいねいいねと思って、すごく読みやすい文章で、うんうんと思って読んでたら、でこの大学の教授がね、まあ当然大学の教授なんかやってますから、そういう本とかすごく好きな男がさ、街歩いてたらさ、路地裏に入るわけよ。そしたら知らない本、古本屋がいきなりできてるっていうわけ。まあこの路地裏自分はあんまり通らないけども、こんなとこに古本屋があったかななんて言いつつ、もうすごい本がバーッと重ねられてるわけね。その中の本一冊取ったらさ、まるでそのデタラメな文字でね、文章を書いてある本を見つけるわけ。魔法の書っていう書いてある本で全然読めないっていうわけよ。もう字が羅列してあって、なんだかよくわからないって言いつつ、眺めてたらいきなりその文字が読めるようになったっていうわけで、この本なんだって言って、それ買ってって言って、その大学の教授がその魔法の書を読んでいくっていうね、そういう作品が一番最初に入ってるわけで、もうさ、最初でその読み解いていくうちにさ、どうやらこれはキリストの歴史を書いてある本だってことが分かってくるわけですよ。でそれをこう大学教授がずっと読んでいくわけ。ずっと熱中していくわけね。ちょっと小鳥のさえずりとかが、窓叩く小鳥のさえずりがうるさいっていうわけでも、自分はそれにも負けずにこの本を読むんだっていうわけで、荷物を、で不思議な本だっていうわけですよ。最初は文字の羅列が変だったのに、自分が読んでいくうちにちゃんと文字になってきたっていうね。で途中で宅急便の男とかが来てさ、それ取りに行ってる間にその文字が全部消えちゃって、また最初から読まなきゃいけなくなる本だっていうわけでさ、これってさ、まあ、そういう、まあ、でその教授がどうしていくかっていうことがまあ書いてあるわけなんだけど、まあ、短編で40ページぐらいの短編なんですけどもね、僕これ読んでてですね、もう一気に魅了されまして、まあ当然そのキリストの歴史とかなんだかっていうのは詳しい人が読めばまたね、そのキリストの弟子かなんかの話かな、でその弟子の受難を描いたことがその魔法の書には書いてあるっていうわけね。でまあその受難の、受難の目に遭うその弟子とその大学教授がその読書をするっていう行動が、まあそのリンクしてるんじゃないかっていうのは解説に書いてあったんだけども、僕はそのキリストのとこはよく分かんないわけなんですよ。だけどこの大学教授がね、その感じるところってのはまさに僕がその読書で感じることであるわけなんですよ。つまり最初はさっぱり意味がわからなかったことが、
それに取っかかることでなんとなく分かるようになってくるって、これは俺まさに読書表現してるんだろうと思って、もう大興奮したわけで、その小鳥のさえずりさえも自分はもう全くその無視をして本の世界に没頭したいんだっていうわけね。俺だから、まあ、つまり比喩でしょう、これはやっぱりなんかの象徴なわけでしょう。俺なんて品があるその表現の仕方するんだろうと思って、もうインベル万歳ってもうそこで拍手しちゃうわけね。本当に最高だこれはと。でこの本はもう目を離した瞬間にまた文字が消えてしまうからね。そうするとまた最初から読まなきゃなんないっていうわけよね。で俺は一生この本と付き合っていくんだっていうことを決意するわけ、大学教授が。で自分がもしダメだったら次の代にこれは引き継いでいくっていうわけよ。もうさ、その本のその残っていく歴史とかってことをこういう風に表していくわけ。これはね、皆さんね、先週続い皆川博子素晴らしいって言って小池さんがこれ買ってくれたって言うんで私泣きそうになったんだけどもね、本当これ重大ニュースの1位なんだけど、これは本当にレビューやってきてよかったって涙流しそうになったけどもね、この魔法の書もね、ぜひね読んでもらいたい。これは本当、その後入ってくるね、なんかすごいインテリの医者、殺人を趣味にする医者がね、その南米の独裁者を殺しちゃってとかって話もね、皮肉が効いてて面白いんだよ。でまあ短編、まあすごく20個くらいバーッと入ってるんだけどさ、まあ途中でまあ本当にショートショートの短い短編とか大して面白くないの本当に。だけどこのインベルって人はさ、やっぱその冒頭で客掴むんだよ、読者をパッと。最初明るいところから入るわけ、広い世界をこうパーッと見せるわけ。そうするとこっちもスーッて入れるわけよ。これまるで長嶋さんのようにスーッバーって全然表現できてないけども、読んでもらえればよくわかるんで、これね、まあ、なかなかちょっと文庫とか出てないと思うんだ。だからね、こういう本をなんで文庫で出さないでガンガン押していかねえんだっていうところに、日本の出版界はバカだっていうことを言いたいわけ。吉本バナナとか垂れ流してんじゃねえってことは、これレビュー 2.9 やってると本当にもう感じるところであるでしょ。本当いい本をどんどん流さなきゃダメなんだよと。これ不揃いのリンゴたち的に言うとだね、ガンガン行かなきゃダメだよっていう、これ見てる人じゃないとわからないか、ほんとわからないから9人に減っちゃったけども、この魔法の書は本当に面白かったんで、図書館でぜひ借りてね、いいでしょね。うん、あの 横山秀夫とかの64とかそういう古くせえタイトルつけたような本なんかより絶対いいんだから、間違いなく、うん、ぜひですねこれは読んでいただきたいと思います。はい、インベルさん最高というわけで、もう僕は先週の皆川博子に続いて、ああインベルも追っかけなきゃって気持ちになってますんでね、皆さんでガンガンインベル押していきましょう。はい、というわけで今日の一冊目はですね、エンリケ・アンデルソン・インベルで魔法の書でした。